なんすかその感。なんか笑ってますけど。なんか行き先も言わないでいいから来てくださいって言われてさ。今日まだお二人にはまだ何もお伝えをしておりません。何をすんのよ。今回はサムライティング、まあ、いつもあのガチのチャレンジだったりとか、まあ、食をいろいろお伝えしているチャンネルとなっていると思うんですけれども、たまには YouTuber らしい企画をやってみようということで、今回はあちらにございます。あ、全然見えねえ。あの段ボール何やってんの。あの段ボール、デカフェの UC シート、三ツ矢サイダーの梅、これ全部の梅だよ。これはサムライティングスケールでかくなったね。トークリフトで運んできたでしょ、これ。これあれだよ、多分はじめ社長クラスじゃなきゃできないよこれ。後ろのあちらの自販機の方に。俺絶対分かった。分かったっすか。いや分かった。当たり付きの自販機、一体何本買ったら当たりが出てくるのかを検証する企画でございます。おお、結構 YouTuber っぽい。イエーイ。台によってその当たりの確率っていうのは変わるらしいんですけれども、まあ、ただこの台がどれぐらいだったのか正直わからないです。台とかもうなんかパチンコみたいな設定みたいな。なので今回ちょっとまあ、いろいろ見えないなということなので、こちらを用意させていただきました。こちらの中にだいたい1万円分ほど入っておりますので、はい、はい、まあ、早く当てるか、もしくは1万円が切れるかまでちょっと検証するという企画でございます。いや、じゃあ当たり出たら終わりってこと。当たり出たら終了。なんならもう1本…じゃあ一発目で出ても終わり終了っす。え、しかもこのスーパーウルトラビッグの2人を呼んで、はい、もう楽勝だぞ。なじゃあね、下手したらね、3本目ぐらい当たり出ると思う。それは企画倒れかもしれない。チーム戦でしょ。チーム戦です。連合軍でしょ。連合軍です。え、じゃあもう、好きなのじゃあ押して、どんどん押して買ってこ。はい、行きましょう、じゃあ行きましょう、うん。あ、これ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 行きます。押して、ピじゃないですか。押して、ピ。もう出るよ。はい。あ、ちょっと待って。え、これ本当当たり付きなの。いや、これさっき実は、それこそ10分前にスタッフで確認して、抽選になったんですよ。え、ちゃんとパスモでやったじゃんと。これじゃダメなんだ。現金じゃないな。現金じゃなきゃダメなんだ。え、さっき現金だったんですか。さっき現金っす。ねえ、これは僕用でください。ああ、じゃあ、はい、これはノーカウントで、はい、ノーカウントで。しかも冷たいじゃない。急遽 Y さんの財布から。じゃあとりあえずまあどんどん使ってくる、どんどん使ってくる。じゃあとりあえずまあ、いや、いやもうでもこれあれば、はい、これでいいんで。当たります一発目で。もうこれで当たるんで。いやもうこの人はずっと言ってんすよ、俺ら持ってるからっつって。じゃあ行きますよ。はい、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 あれはい、はい、ここ注目、はい、注目。あー、すげえ。ほら、ほら、まあまあ一発目っつうのはね、面白くないですか。ていうかさ、今さ、これさ、1,2,3,4,5,6,7,8 じゃなくてさ、1,9 ってなったじゃん、うん、これ、パターンもしかしたらある。まあ、じゃあ、こっちとりあえず、飲みますよ。飲まないと次いけないからね。はい、参加します。なんで。ない。あ、ない。ちょ、今日当てますんで YouTube 見てください。お願いします。飲まった。じゃあ次行くよ、俺。これじゃあここ重ねていきますか。そうですね、後で捨てます。って思ってますけど、そうですよね、ルールは書いてないですけど。うん、あれおかしいな。やべ、お母さんがちょっとリアクション取ってくれてる。ありがとうございます。兄貴の1本目がトマトジュース。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。お気をつけて。取っときましょう。どのぐらい飲んだか。これこれ、うん、はい、おい会員ね。はい、次3本目。こんなもんもうすぐだよ。他の行くと見せかけて、うん、同じの行きます。行くんだ。はい、来た。今のいる。はい。あのパチンコで外れるおじいちゃんのやり方で、ね。まあ、スロットでしたからね。早い。はい、あー、久々に乗った。なんすか、なんすか。気づいた顔してる。分かった、俺これ。マジっすか。多分だけど、うん、今俺らこれとこれしか飲んでないでしょ、うん、当たりのあれがあるんだよ、場所が。ちょっと待ってよ、じゃあちょっと多めに入れといて、どれが行ってもいいように。ちょっとマジで光ね、来た来た来た光来た、これだ。これ来たー、まあ、見えたー。マジで見えたよ、緑色の光が。まあ、全部緑の水じゃない。俺ちょっと考え方変えていいですか。もちろんです。ワンチャン、うん、これあるんじゃない。
うちの住んでるところにも自販機あって当たり好きなんですけど、俺これでかなり当たる。ほらー、なんで日本酒消費してるの。セイン、に、あで、13本目、ね、うまそうとかいう余裕がない。いいんじゃない。あったかいのその勢いで飲めると、はい、スパーキン、うわー、最低でも15本目です。じゃあいきますよ、どうぞ。絶対関係ないと、絶対関係ないとわけ。来るか、本当か、本当か、これでこれじゃないですか。いただきます。おい、分かった、もうあがくのやめます。俺、はい、もう端から行くわ。なるほど、端から行く、もう入ってない、うん、端、そ、どれか当たるだろう。お、もう初めてじゃないですか。今日初めて。2! 今落としましたよね、完全に。うわー、今来たかと思った。そう、7さあ、もういいでしょ。ほら、7からの7、何本買ってんのよ。さすが当たってもいいでしょ。順番に乗っ取ってブラックいきます。最後でお願いします。ネテロです、ネテロ。ここはネテロ。行き着いた先は感謝百式観音。時間、自販機の前で何やってんの。全然ダメじゃないですか。信じた道を突き進む、それが当たりへの第一歩。あ、5、出血取ります。はーい、コーラ好きな人。お、いいね。で、鈴木さんカメラ、初の鈴木カメラマンと。どうやって持つんですかこれ。こう、こう持って話下に出てくると思って。じゃあちょっとゴリちゃん、ちょっとほら入ってもらって。こんな感じで頑張っておりますね。しかもこの不正にペクションで一つ上げて飲むのめちゃくちゃ遅くない。たくさんの爆発よ、ほんと奇跡が酔ってんでしょ。きたねきたね。頑張ってゴリちゃん、頑張って。おおおと言いながら簡易、今はここのゾーンでございます。じゃあキャメラマンをゴリちゃんに戻したいと思います。はい、じゃあ再開したいと思いますね。でさ、これ普通に炭酸やばいっすね。やばいっすよ。これが40本目じゃないですか。40本、お、記念すべき40本目、京丹さん。さあ、いや、これマジでマジでおかしいよ、ほんとおかしいと思う。しかもペプシやん。じゃあ出血取ります。はい、髪の毛が長い人。はいはい。テレレレテレバイさん、初かな。ありがとうございます。男前だな。かっこいいですね。かっこいいな。183を超える長身にバイさんロン毛でございます。そしてなんかギリシャ神話みたいになってる。イエスキリストみたいになってない。おお、ありがとうございます。はい、会員、ありがとうございます。バイさん、バイさん、感想はきついよね。ダメじゃん。いや、本当に重い。え、これまだいける。俺結構もうね、ギブ寄りなんですよね。もうちょっとキリがないので、もうこの辺でちょっと、もうさすがに今回は無理だろうと。じゃあ本当申し訳ないので、ちょっと最後僕の鼻で締めていいですか。
すいません、ここまでご視聴していただいたにもかかわらず今回は当たりが出なかったと。何分ですか。え、もうすぐ50分超えてますよ。52、3分ぐらい。本当に今回は今回は申し訳ございませんでした。負けとるやない1回。じゃんじゃん。知らん、マジで知らん。余計な小細工はもういらない。お、小細工やってますけどね。死ぬほど小細工やってますよね。なんかやってる祈ってるし、なんか祈ってんだけど、なんかやってる多分ね、彼は普通の台じゃないから花々じゃない。多分この台はハゲハゲだと思う。ハゲハゲは違う。なんで俺が身を削った逆したのにさ。